おしっこの色が赤っぽい。デフィちゃんのおしっこ赤っぽいんだよ、ちょっと。ピンクっぽいっていうか。やっぱ、色変だね。ちょっと色がおかしいです。あと量が少ない気がする。折ってみましたけど。まあ、量少ないっつってもそんな少なくないか。こんなもんか。でも色おかしいよね。あ、行っちゃった行っちゃった。ういよいしょよいしょ。よいしょよいしょ。はいはいはい。どうしたどうした。今デフィちゃんのおしっこが取れまして。デフィちゃんこの通り元気ではあるんですが、おしっこやっぱりちょっとね、なんか血が混じってるような色というか、赤っぽい、なんかおしっこと血がどっちも出てて混じってますみたいな雰囲気のおしっこだったので、ちょっと動物病院におしっこの検査をねしてもらおうかと思います。おしっこ今取ったのでちょっと病院行ってきます。デフィちゃんちょっと行ってくるわ。デフィちゃんちょっと病院行ってくるね。あ、ガブ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 行ってきますね。またね。痛い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 。長方形の。そうです。綺麗にこの。この辺かな。このくらいだと。あ、はい。結晶ですね。はい、で病院で、はい、ご飯。そのケアのご飯ね、尿ケアのご飯をサンプルをいただきまして、はい、まあ、なんかそれぞれいろいろ違うんですけど、まあ、どれを食べてくれるかっていうところが問題で、食べてくれなかったら続けられないので、うん、食べてくれるやつを探すという感じです、はい、じゃあこの尿ケアプラスストレスもやってくれるやつにします、はい、今お腹空いてるから食べてくれると思うんだよね。食べるよね食べるよね朝食べて、最近なんか毎日ね、ほんと必要カロリー食べきっちゃって、まだまだ食べたいみたいな、なんか食べたいだけ食べさせたらブクブク太りそうなぐらい食欲あって、うん、食べてくれるんじゃないかな。大きいんだね、粒が。カロリーは387か。食ってるね。子猫のと同じで、これに水入れて、うん、溶かして、溶かしたやつをもう一回これで吸い上げて、これをデフィにピシュ、うん、デフィ嫌いそうだね、薬とか、うん、久しぶりだからさ、うん、薬飲ませんの子猫以来だから、うん、薬って感じしますねそうだね、色が、うん、すごいわ。薬飲むか。薬飲みましょう。どこ、はい、好きでしょ。まずい、それともまずい、こぼしちゃった。 あ、なんか糸引いてる。本当だ。あららら、こぼしちゃってるね。ダメ。デフィちゃんデフィちゃん、めちゃめちゃ泡出てきちゃった。はい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 、ちょびっとだったんだけどね。うん、
ゃあ病院の先生が言ってたなんか好きなウェットフードとかにお薬を混ぜるっていう方法、粉の状態で混ぜた方が良かったかもだけど、これをね、残りのこれを混ぜてみようかな。残りのお薬をね、薬頼む。なるかな。全部入れた。まずいか。どうだ。混ぜたらいけるか。さっきほどね、過剰な反応はしてない、うん、ただ残しそうだな、かかってるところだけ。お、めちゃめちゃ完食めちゃくちゃ完食です。いいですね。追加のお薬1週間飲むことになりました。2週間後にまた検尿です。うん、食べてるね。ちゃんとお薬を飲んでくれるからいいね。ちょっとルノちゃん待ってて。はい、ごちそうさん。あ、ごめん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 。元気だー。